はい、こんにちは。セイボパート4やっていきましょう。さあ、今回は2歳の3月4週からですね、ピーク前に大会出ていこうかなと思っていたんですけれども、ちょっと残念ながらピークに本当にさっき入ってしまったんですが、まあ、ちょっとね、使い込みの方が能力整いきった状態でやると、足りなくなってしまいますので、ここでちょっと無理やり出ていこうかなと思います。かなり能力も無理やりです。さあ、前回 IMA 公式戦 A グレードが若干前座感あったので、ここが本番になってくるんじゃないかなと思います。気合い入れて抜けていきましょう。 IMA 公式戦 S グレードやっていきます。さあ、先ほどちょろりと言ったんですが、能力が勝てる気しませんやばい、早熟のね、早熟のピーク前の S ランクむずいなと思います。ハムシュというね、ポテンシャルの高い種族を使ってもだいぶきつそうな感じがあるんで、さあ、ここ気合い入れて抜けていかなければいけません。抜けられたら使い込みも美味しいし、まあ、かなり後半楽できます。ピークに入るとね、ちょっと丈夫さ適正位を頑張って伸ばさなきゃいけないので、ここでできるだけ技の使い込みに関して楽していきたいところ。さあ、じゃあまずは鬼門どころ、能力が低い状態だと最強クラスのタナトスで聖望挑戦時のパラメータ見ていきましょう。このような感じになっております。ズドン、はい、この感じですね。まあ、頑張って力をメインに上げてきたんですが、それでも366、まあ、何発か当てられれば、まあ、ダメージレースはできるんですけれども、いかんせん命中が352、アンケイに頼ったところでそんなにヒット率は高くないんじゃないかなと思います。で、おもり引きでね、力を上げることに注力しすぎて回避が下がっておる上に、3月にケーキ食っちゃってますからね、ちょっとこれ回避だいぶ低いんじゃないかなと思います。700ないんじゃないかな。さあ、避けられるのか、デスエナジー、ほぼほぼ超火力超ヒット率60、意外しっしゃ、天才、恩恵 60% ある。しっ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 、めっちゃいいぞ。でもね、タナトスは耐久そんなないから、当てられればそこそこ取れるはず。355ならデスパンチもらったけど、力がある程度あるため耐えてくれる、助かるぜ。お、いいよいいよ。さあ、ガッツも溜まってきた。さあ、ここでガッツダン込みでダメージも取ってきた。アンケー頼む、 63% えっ、よし、オッケー、あぶねえ。エナジー避けてるからね、あんまり文句言えないんだけれども、こっちの消費はちょっとね、エナジーと比べてバカでかいですからね。45あまりにもでかい、外しちゃうと本当に苦しいですからね。安定感のある技なんですが、能力が伴わないと本当に安定しない、むしろロマン様である。さあ、頼むぜ、ナイスン、よし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 、355でそこそこ出せるぞ。いいガッツダウンが刺さった。さあ、残り10秒、ここで当てられれば勝ち確ですが、タルトス超えられるか。やばい、ね、これ気合いです。よっしゃ足りないよね、足りない、惜しい、どんまい。パンチ一発分で削られてるからね、ちょい足りなかったですけれども、いいですね。耐久ない相手だったら一発さえ通してしまえばなんとかなる。さあ、命中が一番苦しかったタナトス一発目で抜けたのは非常に素晴らしいぞ。さあ、次行きましょう。いやー、山越えたらさらに大きい山来たわ。オルドーフはやばいね、これ当たるんか、てか当たっちゃったら無理じゃない、もう。ズムパンは頼む、あっしゃ、めっちゃ偉い、セーブクソ避けるわ。 7% なんかむしろ 7% の方がドキドキしちゃう。さあ、レフトナックの地獄の数字、アンケイは 40%、 なるほど。んー、これどこにいたらいいかな。さすがにマッパか。マッパ何パーだった、 3% は大丈夫でしょう。投げキッス、いや、ここちょっと一回自分の分入れていこう、使い込みを兼ねてますからね。まあ、ドンマイだわな、 40% は一旦ドンマイだわな。さあ、マッパ、よし、怖い、唾飲んだ、息飲んだ、唾と息が同時に喉を通って死にかけたわ。しょっけ、いいぞ、めっちゃ避けるやん。 6% って普通当たるけどね。さあ、これ面白くなってきた。残り10秒、どれぐらいガッツを使ったかの戦いになってくるか。よし、全員避けた。さあ、こっちのアンケ当てろ、当てて終わらせろ、逃げ、いけ、やったダメージかっす。さあ、これで最後前行ってレフトプンさして、レフトプンさしてよ、何してるうわー、どうせ勝てねえからって言ってクソ寒い戦法取ってきた。いいっすか、オルドーフがそんなことして、寒いことするわ。いや、鬼門抜けたな、なんかセイブは主人公補正みたいなの宿ってたのかきついやつしっかり抜けたけれども、まだ5試合ありますからね。ここからね、しょうもないので救われるのは全然あり得る。回避がね、そこまで完璧じゃないんで、どの技でも当たる可能性がちょっとずつあるのがね、怖いよね。よし、22%受けたのはでかい。さあ、これ当たったら死んだぞ。よし、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 
今回なんか結構避けますね。みんなからしたらは当たり前だろみたいな。まあ黒部の動画だと確かに避けすぎてるなにはなるかもしれないけど、みんながやってる分にはさ、なんかさ 6% とか 5% に怯えてるの意味わからんよね。怖いんすよ。さあじゃあしっかりとまず一発暗記入れてガッツも取りつつ使い込み稼げたんで非常にでかいですが、さあこのローリンナイト避けないと、よしちょっとダジャレ入れて激寒デバフがかかりそうだったが何度か受けてくれた、助かる。さあしっかり入れていいよガッツダウン。マホちゃん相手に60取れるの強いね。さあこれで最後一発入れられればもうガッツが間に合わずに勝ち確か。さあちょっと3枚上手だねみんなね。はい、めちゃくちゃ当たるや。あと5、あと5、あと5なんとかなれ、あと5なんとかなれ、あと5、5、よっしゃー、レフトも使えた、オッケー、理想的だ、ピットじゃない。久々に見た、ガッツゼロ、使い切ったねー、偉いぞ。あれめっちゃ勝てる、なんでこんな調子いいの。いやなんか嘘みたいに調子がいい。どうしたの怖いけど。さあただアクアラインですが、いやまあヒップアタック一発ぐらいなら全然大丈夫。ショットガン避けスタート偉すぎるな。さあアンケイは 55%、 なかなかのヒット率。さあデスドゥーミの鎌首あたりでしっ、ああ池に、いやうん池にえまうんガツダンが死んでる。えあやばい始まった。いやまあ今までが避けすぎてたんだよね。まあここで 18% が1回当たっても何も文句言えない。こっちの 60% が当たらなくて相手の 18% が当たっても文句は言えない。 OK いいですよ。さあただこれアクアライン700って削れんの、デスドミノでだいぶもらっちゃったぞお前。さあこれガッツなるべくパンダ目から仕掛けていきましょう、なるべく稼ごう、もしかしたら届くかもしれない、届きうるかもしれない。さあここからここからよ、ここから残り10秒で攻めていく、勝負かけろ。終わったー。ちなみに使い込みだけはしっかりとしたいが、これ当たったらどんぐらい食らうの。あ全然足りないわ。手でもかけて終わっとこう。さあ一回役落とししたんでここからしっかり勝ち切っていきたいけれども、なんかこういう能力の時読みづらいダフィーちゃん。さあどこだ。んーまあでもヒット率高いのはもう論外だからストレートでも、あーそれいいけど、あっあっいやああちなみにレフトならどんぐらい届きうる、レフトならどれぐらい届きうる、当たらんのかそもそも、そもそも当たらんのか。いやでももうこっから逆転を考えるならレフトしかない、レフトを当てて気持ちでもダメージ取るしかないよ。 A の45に委ねるしかねえ、行くしかねえぞ。さあ攻めろ38挑戦。いやー通らんか、バシバシ当てないと無理だぞ。ちなみにいや避けててめっちゃ偉いんだけどな、ナックル滑り込んだな。さあここ、いや全然当たらんやん、もう使い込んじゃう、もう使い込んじゃう、使い込んじゃう、使い込んじゃう、それなら今当たるんかい。いやーこれちょっと当たってたらあったわよ。いやー全然当たらん。いやまあ順当なんだよね、うん、あるべき姿ではあるんだよね。ただオルドーフとタナトスを抜けちゃったがために夢を見すぎていたことは正直否定できませんね。さあじゃあやっていきましょう。ゴラニキは勝ちたいよ、さすがに、さすがに。あー怖い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 。すかしいいね、 2% いいんじゃない、 2%、 いや 1% もちらついてる。よっしゃ危ねえ、危ねえんだよね。 2% いいとは言いつつも 0% じゃない限りはちょっと肝を冷やす部分が心の隅っちょにあります。さあじゃあここでガッツダウンしっかり入れていきましょう。ほい、いいね78、レフトだったら100ぐらいは軽く出るんだろうな。いやーなんかさっきねーダフィーちゃんもうちょい出てくれてたらなーあったんだよなー、くそ。まあでもしょうがないしょうがないしょうがない、2敗勝まだこっから巻き返せる可能性全然あるからな。さあ催眠来い催眠来い、ハケ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 、よしオッケー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 。さあこれでガッツ奪ってごらんにき何もできません、ダブルラッキーセブンはセンキュー。はいオッケー、もう何もできませんね。さあこれで最後にちょっと12、3ぐらいになったらアンケー入れて封殺してプン、オッケー。ただこれ残り12間に合うか、残り12間に合うか、間に合わせろ間に合わせろ。さあグググと下がって2345ドン、よっしゃー間に合ったプン、どんぐらい入る、おーガッツからっけつで70ぐらい入るんだ、すげえ。ゴラニキ6割削ったの、あ5割か、計算もできませんが一旦勝てたのでナイス、次行きましょう。さあ面白くなってますね、戦績が。アクアラインと現状同成績、まずザグレフに勝てれば可能性が出てくる、負けたらまあアクアライン負け祈りで
あ、でも真帆ちゃんもだ。あ、もう分かんなくなってきたよ。真帆ちゃん、アクアライン、アタクシーたちといった感じか。さあ、ここはしっかり勝ち切っていきましょう。さあ、ザグレフ、まずは5ボール避けなければお話にならない。当たった瞬間もうレフトバックを何発か当てるという超運ゲーミングに絡んでしまうので、5ボールだけは何とぞ吉田に避けた。よーし、でかいでかいでかい、めっちゃいいスタートだぞ、めっちゃいいスタートだぞ。さあさあさあ、50%ある、50%ある。ちょちょ、めっちゃいいぞ、めっちゃいいスタート、めちゃくちゃいいスタートを切ってくれた。こういう時に限って当たってお綿になること結構あったからね、今までは。さあ、ここでセイボーが主人公ムーブを見せている。さあ、アンケ直撃った。 141？これあれか、最悪5ボール食らっても耐えられればレフトナックルで返せる可能性ある。火力的に B の30ちょいでこんぐらい出るんだったらば、もうレフトナックルだと全然いけるわ。さあ、ここでガッツも抑えたいから、ここで打ちたいんだけれども逆転が怖い。無名技やってくれるが、これ避けたことでほぼ勝ち確か。はい、ズドン、当たるね、当たるね。主人公してるな。かっけー。さあ、いけ、このままもういっちょ。すげえ。うわ、これ最後レフト当てたらめっちゃかっこいいけど、ヒット率が。さあ、いけるか、いけるか、20。ああ、さすがにな。すげえ、ザグレフアンケーだけでこんなに追い込めるんだ。いや、綺麗に 1% ピッタ、99% 削ってんだ。すごいじゃん。狙ってやってんだったら天才だけど、なわけはない。さあ、ここですよ、ここです。戦う組み合わせが、アクアラインがタナトス、マホちゃんがダッフィーちゃん。さあ、これどうだろうな。まあ、マホちゃんは一回勝ってるけど、アクアライン一回やられてるからね。まあ、でもやられたって言ってもデスドミノとか不条理当たっただけだから、まあ基本的に立ち回りやすいんだけれども、さあどうなってくるか。さあ、まずはマホちゃん VS ダッフィーちゃん。さあ、どっちが勝つ。ダッフィーちゃん頑張ってほしい。あばい、しょ。さあ、落ちました。さあ、あとはアクアラインですが、さあ、一発突破あるか。この能力で一発突破すごいぞ。さあ、タナトスうんちみたいな戦績ですが、さあ、ここで勝ち切ることができるか、やれるか。やったー。よっしゃ。え、一発いいんすか。使い込みのオーポカも特になし、いいんすか。やったいや、戦績は泥臭いけど、え、こんな A ランクにも満たねえようなパラメータで勝てるの。なんかよく分かんなくなってきましたね。もしかして今回運が良かったのかな。ちょっと運が良かったか悪かったちょっと皆さんの採点に任せます。なんかもう感覚がバグってて、自分自身が今運がいいのか悪いのかがもうよく分かんなくなっているんで、第三者の意見が欲しいです。ちょっと運が良かったか悪かっただけコメントいただけたらありがたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、ちょっとね、この3月4週に向けて育ててて、これ S ランク勝てんのかなって思いながらやってたんだけど、衝撃の一発、いやー気持ちいい。育成に時間がかかるからね、こういったところすっと突破してくれるのはありがたいんだけれども、皆さんは楽しめたんでしょうか。ちょっとよくわからないですが、また次回に続きたいかなと思います。はい、次回はですね、もうピーク入っておりますので、ここからが育成の本番になりますんで、ジョブさんの適正 E をどこまで伸ばせるかが勝負になってきます。ジョブさんをしっかりと伸ばして、ある程度の能力の状態で次回は四大大会に挑んでいくんじゃないかなと思います。いつも通り M1 グランプリとウィナーズハイ、その辺をね、制覇していこうかなと思いますんで、また次回のセイボーの活躍ぜひとも見ていただけたらなと思います。はい、それでは終わっていきましょう。今回の動画面白かった、この能力でいけるハムのポテンシャルすごいな、アンケーの信者になりますって方は高評価、今後もこの動画、このシリーズ、このチャンネル気になる方はチャンネル登録もして応援していただけますと動画制作の励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回のセイボー育成動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。